はい、皆さんこんにちはです。ミネオです。さあ、大型でもないか、そこそこの神役できたな、みんな。はい、ということで今回、昨日来た 1.0.3 のアップデート内容を少し鑑みながらちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあ早速ね、今回噂の要塞外郭来てます。で、ここはかなりね、以前からやっぱ放置マンが多くて、ここのマップのね、非公開ならいいんですけど、公開でやってたりとかっていうことで、結構やっぱりね、苦情があったんじゃないでしょうか。あとはね、スタイルにそぐわないということで、敵が倒さないと湧かないようになってる模様です。ということなんで、ちょっと早速見ながら行ってみたいと思うのと、その前に、Bステージ、ね、この B ステージちゃんが、ベステージが、かなり弾幕が少なくなってるというか、短くなってるということなので、そのあたりもちょっとね、見ていきたいかなと思います。はい、ちょっと ABC ね、解放まずしていきたいと思います。で、一旦どうしようか、解放して、敵どのくらいあるか見てみましょうかね。結構、少ないか。だいぶ少なくなってるね。一応倒します。こんな感じかな。上は？だいぶやっぱ少ないね。こんな感じ。倒さなかったらこのぐらいの量ですね。全然少ないね、やっぱね。じゃあちょっとぶっ破してみますか。弾幕時間短くなってるかな、やっぱり。どうでしょうか。短くなってる気もするか。相変わらずでも、そうね、だいぶ見やすくはなってる感じかな。で、倒すとこのぐらいの量が感じ。言うて相変わらず気持ちいいよね。リモピー上このぐらい溜まってますか。だいぶこれは効率で言うとちょっと落ちる感じになるかな。ということでね、戻ってまいりましたけども、で、今回の一番の神アップデートといえばね、これじゃないかなっていうね、これ、ライブ等でも何回か言ってたと思うんですけども、プレス5だとディスプレイ、こちらの一番下の表示設定ということで、戦闘時の爆発エフェクト表示が選べるようになりました。やったね。やっとランチは打ち放題になりました。ということで、気兼ねなく打っていいと思います。なので、ここをね、必ずインした時に、ね、自分のみ表示にしとけば他の人の弾幕映りませんので快適に過ごせるんじゃないかな。さすがに自分のは消せない。さすがにね、自分のは消せない。すべてを対象パーティースクワットとなって、まあ自分のみにしとけばいいんじゃないでしょうかね。これは超推奨です。はい。で、先ほど見ていただいたように、ただ弾幕関係は、まあ爆発時間とはやっぱちょっと短くなってるかな。ただ打ちまくると、まあ特徴でもあるんですが、ほぼ画面見えなくはなりますね。はい、じゃあ続いての、アップデート内容ですね。これ昨日やってめっちゃ便利だったのが、はい、これですね。融合炉関係です。
はい、それぞれキャラ解放とか武器解放でお世話になるかとは思うんですけども、今回、気をつけてほしいところが、こっち先いきますかね。あ、融合炉で、ボイドのかけら、そして、リンク済みのアモルファスパターンが一覧でさっと見れるようになりました。めっちゃ便利。今までね、情報閲覧回避しながらとかメモしたやつを見ながらね、 あと何個足りないなとかっていうところが一発で分かるようになりました。めっちゃ便利です。で、この見た目で分かるように、ここ行こうか。はい、このボイドのハヘラミッションに関しても、一発で、何の、炎属性とかね、何の属性でくればいいかっていうのがすぐ分かるようになりました。これは結構神機能です。すごい便利です。で、このあたりはさらにアップデートで使いやすくなるということなので、8月1日のアップデートまた待ちたいと思います。さらにドン、はい、追加報酬の部分のこのかけらが、約 1.5 倍になってるということで稼ぎやすくなってます。で、気をつけないといけないところが、かけらは基本全員消費です。はい、で、アモルファスパターン持ってない場合でもかけら消費されるっぽいので注意必要なので、必ずね、もし仲間たちフレンドたちと行くなら、その辺すり合わせながら行くのがいいんじゃないかなと思います。この辺は結構ね、早かったね。うん、より使いやすくなるということなんで、ね、そこをお待ちしたいと思います。はい、ということで次行きましょうか。次はね、ちょっと確認のしようがないんですが、消費品のね、スタック、なんか1億になったらしい。おい、1億ってなんやねんっていうね。ありがとうございます。何千単位だとあれなんだけど、1億らしいです。一生遊べちゃう。はい。で、あと気をつけないといけないのは、ただこの携帯安定剤に関しては、上限決まってると思います。はい。マスタリーランクで上限決まってると思いますので、ね、6個とか5個とか、そこは注意が必要じゃないかなと思います。はい。そして、モジュール関係ですね。はい。モジュール関係ですけども、今回も早かったね。この、一部ね、早くと言われてた RK 加速と、ちょっと持ってないんであれなんですけども、銃のところですね。はい。銃のところの射撃のフォーカス。ここね、こう射撃のフォーカス持ってないけどね。はい。が修正入ったみたいなんで、持ってる方、やったね、ということじゃないかな。はい。はい。ということでね、今回、アップデート内容、もっといっぱいあるんで、下にリンク貼っておきますので、より細かなとこは、そちらから見ていただけたらと言います。ね、ちょっと気になった私のところで、気になったところをピックアップして、ご紹介させていただきました。で、ちょっとね、若干今流行っているモジュール切り替えによる、イワンパン的なやつは、修正予定というとこなので、またね、別の方法でちょっと、考えていくのがいいんじゃないでしょうか。はい、いつもご視聴ありがとうございます。よければ X のフォロー、チャンネルの登録よろしくお願いします。またライブ遊びに来てください。じゃあ皆さんありがとうございました。バイバイ。